はい、こんにちは。この動画は、三角関数の地図を作ろうっていう授業の、6回目ですね。で今回は、前回の続きということで予言定理、第二予言定理をやっていきます。はい、まあもちろん前回の復習しましょうね。第二予言定理を書いてください。ここに見つかったので皆さんも自分のノートに書いてくださいね。はい、どうぞ。書けましたかね。書けた人は前と合ってるかどうかチェックしてください。僕もだいぶ走り書きなんで汚くてすみませんが、まあ走り書きできるぐらい覚えましょうね。はい、で、まあ、1つ覚えたら、2つ目3つ目は対照的なのですぐ書けるようになると思います。はい、そしたらですね、今回はですね、これを予言定理っていうのが表し方が2種類あるんですね。というかまあ変形するだけなんですけど、ここ下に書いてますが、こういうふうに書くことができます。はい、これは同値って同じって意味ですけども、まあ何やってるかって言ったら、コサイン何々の形にしたいんですね。はい、制限定理の時にもよくやりましたよね。制限定理は、こうだったので、サイン A が、こういうふうに掛け合わすことができました。半径が、0にはならないのでね。なので、角が欲しいときにはコサインの形で書いておく方が便利です。で、こういうふうに書き換えると何が起こるかというと、右辺は辺の情報しか残ってませんよね。辺の長さです。だから辺の長さが全て与えられたら、まあ、A、B、C 全部いるんでね、 A と B と C の長さが全て与えられたら角が分かると、まあ、コサイン出るのでコサインから角が分かります。はい、いいでしょうか。というふうに使うことが多いので、こんな形でも覚えられるようにしましょう。まあ変形すればいいんですけどね。はい、ということで次こっち行きますが、前回言ってたように証明を2種類でしたいと思います。で前回は、第一予言定理を使ったので、その第一予言定理を用いて、証明を行いましたが、もうちょっと直感的にですね、図形を用いてという証明を今回やってみたいと思います。まあ、この証明を覚えておくと結構、まあ、いざ忘れた時にすぐ、書いてビビってできるかもしれませんね。まあ、こういうのは覚えるきっかけにいいのでやってみましょう。はい、そしたら書いていきますが、まず三角形 ABC を一般的な三角形として書きます。まあ、前回やったのと同じような感じで書きますが、これも前回と一緒で A から辺 BC に対して垂線 AD を下ろします。こうですね。はい、ここに下ろします。そしたらここのこの三角形を見ましょう。あ、そんなにこっちですね。三角形 ADC において三平方の定理を使いましょう。はい、わかりますよね。三平方の定理を書くと、AC の2乗っていうのが辺の2乗で書ける、 AD の2乗足す BC の2乗で書きます。はい、いいですよね、ここまでは。そしたらこれをそれぞれ、コサインを使って掛け合わせていきたいんですけども、ここではですね、先に言っておきますが、ちょっと1番目ではなくて2番目の式を証明したいと思います。はい、いいですかね。ちょっと順序がおかしくなってすみませんが、そしたらコサイン B を使うので角 B が重要になりますね。角 B はどこかというとここです。はい、でここのコサインをうまく使っていきたいので、コサインを使い方にしたいんですが、まず AD っていうのはここの角を使って表すと AB に対するサインが与えられますね。なのでちょっと AD を書き換えます。 AD っていうのは AB のサインシータ、サインシータじゃない、サイン B の2乗です。 OK ですかね。わかりますよ。 AD っていうのは AB のサインですね。サイン B で取れます。で DC が、ちょっとここに書くと DC っていうのはもちろん DC は BC から BD を引いたものですね。まあ、今度当たり前なんで、なのでこの BC と BD をそれぞれ、コサインを使って表したいんですが、まあ、BC はこのままでいいです。BC はそのままにして BD が
もちろんさっきと一緒で AB に対するコサイン B で与えられますね。なので BD を AB のコサイン B と書き直します。で二度ですね。OK ですか？これいきなり2つのことやりましたけど、BC っていうのを BC-BD と見て、で BC はそのままで見て、BD が AB のコサイン B だとっていうふうにやります。で2乗残ったまま。はい。そしたらそれぞれ、すべての辺がスモール小文字で書けるようになったので、全部小文字に書き換えたいと思います。どうするかというと、AC っていうのはスモール B だからなんですね。で AB が C。で、BC が A で、AB が C。はい、こんな感じになります。まあ、書き換えただけですね。はい、そしたら、三辺はそのままで、右辺を2乗展開していきます。というのも、まあ、別に簡単で、C の2乗で、サインの2乗 B ですね。あ、もう、サインの2乗なので、もう、コサインに書き換えしたいと思います。予言定理なんでね。で、サインの2乗 B っていうのは、もちろん、三角関係の相互関係、三角関数の相互関係の一つですね。当たり前ですが、コサイン2乗の B とかけるっていうのがあるので、ここはもう先に書き換えておきます。はい。そしたら、残りも展開しますが、これはいちいちやっていくしかないです。まず A の2乗が。で、2かける CA とかと。あ、ここで僕、今までなんとなくやってましたが、林間の順で書いてほしいんですね。林間の順っていうのはこういう順番 A、B、B、C、C、A の順番で書くっていう意味で、今ちょっと僕 AC って書いちゃいましたが、ここはあえて CA って書きます。というのもこの順番で書いた方が統一感になりますよね。 AC の項と CA の項パッと見たら違う項かなと思っちゃいますけど、全部 CA 同時にしとくと、あ、すぐ同類項だなって求めることができますてな感じで、2乗で 2倍の影で2倍で最後の乗ですね。はい、そしたらこれもさらに、はい、カッコ全部ばらしながらやっていきますが、
2本の対角線の長さを求めようと。対角線っていうのはこれですね、はい、2本の長さを求めろと言われています。でここで60度って書いてますよね。で僕の授業の一番最初で皆さん弧度法っていうのをやりました。弧度法だったら60度はどういうふうに書きますかね。はい、パッと出てくださいね。60度は3分の π ラジアンです。でここではですね、あの3分の π って書いてもよかったんですけど、実際の図形の話をするので弧度法ではなく度数法でこういうふうに与えられることが多いです。まあちょっと気にしないでくださいね。特に問題はないですね。そしたらじゃあ具体的に求めていきたいんですけど、問題では平行四辺形が出てきましたが、もちろん三角関数なので三角形で考えないといけません。なのでどの三角形において余弦定理を使うかっていうのがポイントになってくるんですが、まあ、これは結構当たり前のことでですね、言いました、第二余弦定理っていうのは2辺とその間の角が与えられたときにその威力を発揮します。まあ、なんか合同条件で言うと2辺強角みたいな感じですが、2辺と間の角が与えられたときにその向かいの辺の長さが得られるという定理になっていますので、まずはここの三角形 ABC において三角形の ABC において余弦定理、余弦定理書くのめんどくさいので丸4にしましたが、余弦定理よりどうなりますか。 AC の2乗が得られますね。 AC の2乗を書いてみてください。はい、どうなりますかね。まず向かい合う辺の長さ2乗が2乗2乗マイナスかけて角度、大丈夫ですか。ここで言うと AC の2乗が、まあ、まず文字で書いてみたいと思います。文字で書くと ABC というのはそれぞれ長さを表すというのをちょっと注意しておいてくださいね、はい、でどういうことかというと AC の2乗が AB の2乗と BC の2乗とマイナス 2×AB×BC× 間の角のコサインになります。はい、こんな感じですね。でそしたらもう具体的に数字で与えられているので数値を代入していくと AB が5なので5の2乗で25ですね。で BC の2乗が49で、2×AB×BC だから、ここはちょっと丁寧に書くと 2×AB×BC で、コサイン B ですね。コサイン B をさっき求めておきましょう。コサイン B はコサイン60度だったので単位を書いて60度を取っていって、コサインというのは X 座標だったのでフィットロスと単位上で2分の1だなというのがすぐできます。なのでここは2分の1ですね。はい、そしたら右辺は数値だけなのでまとめておきましょう。となると、まあ、ここは自分で計算してもらっていいんだけど2分の1で35だから39ですね。 OK でしょうか。でこれは別に綺麗なルートにはならないので AC の長さはルート39だったっていうのが分かりました。はい、もちろん AC は辺の長さなので正なので、ルートも正の方を取っていけばいいですね。はい、そしたら問題のうちの前半半分 AC の長さを求めました。はい、次に求めるべきは BD の長さですね。さてどうしましょうか。もちろん BD の長さが欲しいので三角形はこの平たい方の三角形で考えます。じゃあどちらでもいいんですけど、じゃあ三角形 ABD で考えてみましょうか。はい、で ABD で考える上で今欲しいのは BD だと。で辺の長さは57で、もちろん平行四辺形だからここ等しくて7ですね。 AD もじゃああと何が欲しいかというとここです。間、はい、まあこの角度は当たり前ですよね。ここ平行なので足して180度になるようにここは120度です。なので前半と全く同じことが言えて、もう頑張ってやっていきますが、 BD の2乗はこの三角形に対して余弦定理を使って、AB の2乗足す AD の2乗の2のコサインの A です。はい、一応確認しておきますが BD の2乗っていうのは
AB の2乗足す AD の2乗マイナス 2×AB×AD×cosine のアルファになりますね。で、ここでは AB もちろんさっきと一緒で25ですね。で、AD も AD の2乗と BC の2乗等しくてさっきと同じ49です、はい、で、ここで2の5の7の cosine120 度はないんでしょうとか120度っていうのはだいたいここら辺で、X 座標を取ると2分の1だけど、絶対値2分の1だけど符号が変わりますね。なのでここは2分マイナス2分の1です。はい、なのでここまでさっきと一緒だったんだけど符号が変わってしまうんでここですね、キャンセルし合います。なので一応1行書いておくとここはプラスに変わって打ち消し合って35ですね。はい、なので足し算すると109になります。いいでしょうか。まあもちろん BD の長さはルート取ればよくてルート109になります。はい、これでメールが解けましたね。で、こういう問題ってよくあるんですよね。予言定理を用いて、長さを求めようっていう問題があって、こうなんか何本か対角線の長さを求めるときがあるんですけど、結構式が似ててほとんどこう流用できてるんで、まあ、ここら辺をささっとやるようにしましょう。もちろんこの符号が変わっただけです。で、符号が変わるっていうのも実は当たり前のことで、足したら180度ですよね。で、180度のときはコサインは符号が反転します。これはいつもやりましたね。コサインの π θ っていうのはマイナスコサイン θ です。って言いましたね。だからここが符号化っていうのは、まあ、分かってる人にとったら当たり前だと。はい、ってな感じで、例題やってみました。解けまで解けたでしょうか。はい、そしたら今回の例はここまでにしたいと思いますが、今回やったのは第二予言定理ですね。で、第二予言定理をこっちですが、第二予言定理を使いやすい形が 2種類あって、もちろんコサイン A、コサイン B、コサイン C を使うっていう書き方もあるので、これを覚えるようにしてください。そしたら今までで正弦定理やって、第一予言定理やって、第二予言定理やりました。で、ここまでは数学の範囲で主に図形を使った問題が多いです。で、これからはですね、次回は加法定理っていうのなんですけども、加法定理からは数学の内容になって、図形というよりどちらかというと文字の計算が多くなります。なので一回ここで区切りをつけて、ここまでの内容がしっかりできない人はここまでしっかり復習するようにしましょう。で、まあそう、区切りがないといってもですね、加法定理の証明にこの予言定理っていうのを使うので、もちろん、今までの内容を復習した上で次の授業に行くようにしてください。はい、そしたら今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。